今回は神田周辺のラーメン屋さんですね。こちら神田周辺で一番人気のラーメン屋さんじゃないですかね。神田神保町二郎ですね。この日は20人近くで2時間待ちました。ここ、とにかく並ぶんですよね。ここは麺量も野菜の量も結構多いんで、野菜増しにしてなくてこれぐらいですからね。ここで大食べるのは結構自信がある人じゃないと厳しいと思います。野菜増し増しも僕は怖くてできないですね。でも野菜シャキシャキで、豚もジューシーで、麺もこう、歯ごたえのあるワシワシ麺っていうんですかね、すごいもっちりしてて美味しいんですよね。ここ唐辛子が卓上に置いてあるんですけど、普通の唐辛子と違って鷹の爪が粗く砕いてある感じで、これが風味があってめっちゃうまいんですよ。僕は関東の二郎しか行ったことないんですけど、もう僕の行った中でここの二郎が一番美味しいですね。僕的二郎ナンバーワンです。そして神保町から神田駅の方に戻ってって淡路町の方ですね。こちらはマニッシュさん、淡路町店ですね。昔ここは本店で神田店だったんですけど、神田西口にできて、ここが淡路町店になりましたね。ここ本店のはずです。こちら塩生姜ラーメンが売りの店で、きな生姜っていうなんか特殊な美味しい生姜を使ってるそうですね。こちらがレギュラーの塩生姜ラーメンですね。こちら生姜を多めにしてもらってます。こちらスタンプカードがあって、10個貯まると新しいカードもらえるんですよ。その新しいカードをもらったら常に、味玉がついてくるというなんか高得点なんですよね。それでその貯まったカードを渡すと1杯無料なんですよね。それで2枚目のカードもまた貯まると、今度はブラックカードっていうのもらえて、同伴者にも味玉がついてきて、なおかつ時間限定とかをいつでも食べれて、ブラックカードだけの限定とかも食べれるという、もう素晴らしい特典がついてくると。この前やっとそのブラックカードゲットしました。こちらがこってりの塩ラーメンですね。これ昔はなかったと思うんですけど、なんか最近見たらあったんで食べてみました。見かけほどこってりでもないんですけど、まあ、結構美味しかったですね。これはこれで全然ありだと思いました。これ限定のチャーハン麺ってやつで、チャーメンならわかるけど、チャーハン麺ってなんだろう、ご飯とか入ってるのかなと思って頼んだんですけど、ちょっといまいちでしたね。ただのチャーメンでしたね。味的にもちょっと僕的にはちょっとよく分かんなかったです。こちらが限定のレタスですね。どんだけレタス売れるんじゃいっていうぐらい、もうレタスもりもり入ってるんですけど、僕なんかあんま火通したレタスってあんま好きじゃなかったんですけど、めっちゃこれうまいです。チーズがアクセントになってて、もう最高に美味しかったですね。レタスって火入れると甘いんだなと思って、チャーハンとかによくレタス入れてるのとかもすごい嫌いだったんですけど、これは本当に美味しかったですね。また食べたいですね。なんかこの日は肉祭りっていうのやってて、なんかローストビーフをね食べさせてくれるんですよね、安く。これ画像だとちょっと分かんないかもしれないですけど、結構入ってて200円なんですね。また200円払えば倍々でどんどん食いやすいことができるという、本当にこのローストビーフ美味しかったです。思わずねつまみにビール飲んじゃいました。でそこから、神田西口の方ですね、西口商店街に向かいます。ここら辺西口商店街もいろんなお店あって、結構美味しい店多いんですよね。こちらうなせいさんっていうのかな、うなまささんっていうのかな、たまに食べるんですけど、柔らかくて安くてホクホクなうなぎ食べさせてくれるところで美味しいんですよね。でそのまんますぐ西口の方に向かうと、今回の目的地ですね、みせいさん、名古屋に本店がある、まあ、台湾ラーメンの発祥のお店ですよね。こち
ちらなんか王将みたいになんかいろいろあるんですよね。分かれて本店からなんか枝分かれしてでもめんどくさいんでよく分かんないですけど、こちらは神田の西口にある店さんですね。なんか辛さの表記もちょっと変わってて、なんかアメリカンっていうのがコーヒーの薄いのと同じように辛みが抑えめで、ほんで普通のがあって、その次もっと辛くするとイタリアン、アフリカン、エイリアンってなるみたいですね。エイリアンだとまあ人間では食べれませんよっていう意味らしいですね。ミセンさんチャーハンとか小袋炒めとかめちゃくちゃ美味しいんで、この日はチャーハンと、台湾ラーメンのセットにしました。これで1000円なんてかなり安いですよね。辛さは普通でめっちゃニンニク効いてるんですよね。ニンニクが効きすぎてニンニクの酸味が出るぐらい効いてる感じですね。とにかく美味しいです。ほんでこのチャーハンがね、ミセンさん本当美味しいんですよね。このしっとり系のやつで、ね、ここ来たらチャーハンマストですね。ぜひチャーハンセットがいいと思います。でこのミセンさんからすぐ近くですね、さっきの淡路町方向にちょっと戻る感じですね。こちらでも家系の神田の人気店といったらワイズさんですね。もう僕あのマイルドな家系が好きなんですけど、このしょっぱうまい感じのガツンとした家系ってあんま得意ではないんですけど、その中だったらもう神田のワイズさんがもう絶対一番ですね。僕には麺はワイズ特製の三河屋さんですね。この日は平日で20人ぐらい並んでましたね。でも回転がいいんですぐ入れます。店内すごい狭いんですよね。10人ぐらい入れるのかな。これがそのラーメンですね。めちゃくちゃ濃くてもうガツンとくるんですけど、しょっぱうまいって感じより麺が、まあ、もちもちしてて、スープがこう濃厚なんですけど丸いんで、しょっぱさが立ってこないっていう感じですね。とにかく美味しいです。チャーシューがジューシーで、もう家系全ての家系の中で僕チャーシューがここ一番美味しいと思いますね。そしてそこから、まあ、20分ぐらい歩いて、神田じゃねえじゃねえかよっていう感じなんですけど、秋葉原の方の、青島食堂さんですね。ここは塩生姜中華そばのもう有名店ですよね。新潟に本店があるんですよね。ここはいつも40人ぐらい並んでるんですけど、回転が良くて30分ぐらいで、着丼することができるんですよね。もうここ大好きなお店ですね。ここいつも並んでます。ビール頼むとメンマとチャーシューのコッパーのつまみがついてくるのが嬉しくて毎回頼んじゃうんですよね。この醤油が効いてるこのラーメンが最高にうまいんですよね。生姜が効いてて、で普通僕ラーメンに胡椒とかけないですけど、このラーメンには絶対胡椒が合うと思って胡椒かけちゃいますね。胡椒合うんですよ。ちょっとやってみてください。秋葉原はね、秋葉原で他にも美味しい店いっぱいあるんで、秋葉原だけで今度ねまたやろうと思うんですけど、まあぜひこの青島食堂おすすめなんで来てほしいですね。それでまた神田に戻って機関坊さんですね。ここからしびのもう代表的なお店ですね。しびれって始め出したのここなんじゃないですかね。ちょっとよくわかんないですけど、こちら辛さとしびれが選べるんですよね。増しまでは無料なんですけど、鬼増しにすると150円プラスになりますね。僕辛さは鬼増しにするんですけど、しびれはちょっとやばいですね。一回隣の人のしびれやってるの見たことあるんですけど、なんか山椒の瓶ひっくり返したぐらいに山盛りに山椒が乗っかってて、これはやばいなと思いましたね。僕は基本ここでは鬼増しの辛さにして、しびれは普通かしびれ増しにしますね。辛いの好きな人だったら神田に来たらここは外せない店だと思います。
ちら神保町のクロスさんですね。こちらは本当に綺麗なラーメンで、なんか気品漂う感じですね。もう何食べても美味しかったですね。ここは僕的には醤油はあんまりパッとしなかったんですけど、ここ塩系はめちゃくちゃ美味しいなと思いましたね。あと鴨が結構限定が多いような気がして、鴨の旨味満載なんですよね。で塩と鴨の味がもうふくよかに合わさりながら、なんかこう濃いこうスープを出してくるんですよね。すごい美味しかったですね、ここは。それとここ絵的に見ても分かると思うんですけど、チャーシューがやったらうまかったですね。それからこちらいろんな和え玉をやってて、なんかこうビールと一緒に飲んでても美味しいし、もういろんな和え玉食べましたけど、和え玉本当美味しいですね、ここ。それでこちら淡路町の方をですね、神田の方に戻ってきて、つけ麺金龍さんですね。ここ昆布水つけ麺が売りで、今結構いつ行っても並んでますね。こちら昆布水と塩だけで食べたりとかして、まあ結構美味しいんですけど、濃厚昆布水って感じではなかったと思いますね。で汁が塩気が効いてる塩スープみたいな感じで、塩が効いてるって感じじゃなかったですね。何気のこの山椒ラーメンっていう山椒が効いたラーメンが結構美味しくて、僕はこれたまに食べますね。神田神保町界隈は本当にラーメン激戦区で、もう美味しい店いっぱいあるんで、ぜひこちらに来ていろんなラーメン屋さん行って食べてもらいたいと思います。まだまだ紹介しきれないところでまたやりたいと思います。ごちそうさまでした。